猫アレルギー。は？動物系アレルギーなんでちょっとあの明快になるんですわ。ひどいこと言ってない今。にゃんこは好きなんですけどね。うちの猫マンゴーに何か言いましたかミラリーさん。ひどいこと言ったよ今。違うんですよ違うんですよ。違うんですよ。嘘のつけない性格ですみません。そうつけない。この伊藤健さんのですか。やばいな。この人後で押して落ちてもいいんじゃない？落ちてもいいんじゃない？一日目でまだまだ2時間も経ってませんけど。まあ別にいいですよ。まあ猫アラジあるならもうしょうがないんだ。あ、ワンちゃんワンちゃんワンちゃんは好きです。ワンちゃんはいいか。ワンちゃんはわって言ったのが今選んでる。避けてる。怒ってる。あのにゃんちゃんも好きです。でもなんかあれにいたやん。アラジだったっけ？アラジ。アレルギーでしょ。アレルギー。アレルギー。そう。いや、動物の毛アレルギーがあってね。ちょっとね、でも、犬は大丈夫って？いや、あの、シングルコートの毛だったら大丈夫なんですよ。マルチーズとかね。犬かわいいな。だろ？猫アレルギーあるなら無理やね、警察なの。無理やね、俺一線いるからな。まだ時間はあります。うん、時間ないっすよ、もう。明日で落ちてもいいかも、この人。あ、今日はまあ気持ちが良くなるだけで、うん、体験してから落ちた。基本何日あるんです？でもまだチャンスはあるっちゅうことですね。なんである病気治るの？で治るこれ。あの鼻つまみますわ。鼻つまなんで？鼻つまみますわ。鼻つまで喋りますわ。あ、俺はこれとちょっと嫌いね。お前が出血したら俺たちもしなきゃいけねえじゃねえかよ。殴ってくれ。同期してんだ。足りないまだ。え、誰が議員さん？いやあ、マンゴー君。まだ足りない。議員さん誰？俺は島の銀やね。島の銀？俺は鳥の銀やね。感じがちょっと違う。俺カラスの銀やね。あ、違うね。確かに。俺やね。俺やね。なんか、ゼルセン。どうした？経費ください。あ、いいよ。いくら？多分500万でいいかな。500万？うん。何番？78。78。あ、ありがとう。カブトムシでチョコレートを想像する。猫はさ、来るだろう。カブトムシってわかる？うん？カブトムシ。カブトムシ？むず。カブトムシって。なんて言うんだろう。韓国にいる？角生えてる虫。ね。茶色いやつ。あ、カブトムシ。うん、ああ知ってる知ってる。いる？ヘラクレスとかね。そう。ああそう。いや、あるあるんだ。森の中にあるやつでしょ。カブトムシの赤ちゃん。赤ちゃん？赤ちゃんってあれじゃない？なんか白い。そう、ちょっとキモ、ちょっと芋虫みたいな。うんうんうん。なんであんのこんな話してるんだ調子の。カブトムシの赤ちゃんを見て、うん、何を想像する？想像する。オルカに聞いたらな。うん。オルカはね、チョコレートって言ったの。チョコレート？なんで？オルカさんはね、チョコレートっぽいから。チョコレートって動けないものやね。チョコレートは食べ物やね。チョコレートはお菓子。オルちゃんと伊坂さん食べるんだよ、なんか。食べれるらしい、これ。食べれるの？あ、食べれる、これ。アフリカの方には。あ、結構海外に行った。そう、海外にはなんか食べれる国はあるよ。へぇー、猫生で、うん？猫食べるの？食べるってどういうこと？いや、猫は食べるの？いや、1億ぐらいもらっても食べないよ。あー、さすがに食べないか。これ、いや、男の話俺、大人の話俺。大人？女？関係ない。大人じゃないよね。大人じゃなくて子供。子供の話やね、これ。うん。これ、子供を食べれるって食べれない、食べないよ、食べたことないけど。いや、チョコレートみたいに見えたら食べるんでしょうか。チョコレートに見える。だからそのうち食べるよ。食べないよ。いや、いくらあげたら食べれる？食べない。え、いくらでも？いくら5億だったら食べる。1億は？1億は食べない。え、1億円で食べない？どう、安全さ、食べてもお腹痛くなったりしない赤ちゃん？うん、食べるだけでいいのか。でも食べてる国があるぐらいだから。そう、生で食べてる。健康に害がないんだったら1億か。飲み込むんだったら噛まなきゃいいな。じゃあごっくんって飲んじゃえば。
なんか、ね、無理だろ、でかすぎか。ああいう系ってさ、なんかミルキーらしいじゃん、ミルキーな、プリプリのミルキーらしいじゃん、うん、いうな、なんかまろやかな味がするって、うん、あむしろ俺苦手ではないけど。本当に、うん、味触れるの？うん、触れるの。これ雲も触れたことあるよ。雲触れるんだ、なんめっちゃでかいやつあれじゃん、なんか、うん、そうそうそう、なんか、うんうんうん、そでかいやつ、マジか、やば、あ無理だなぁ、おるかも。いや結構可愛いけど、可愛い、うん、雲、マジか。雲ってさ、なんか優しい雲があんのよ。優しいっていうか、うん、全然人にはあれしないやつ。確かに、雲って人にはね悪いことしないからな、大体。タランチュラ毒あるけど、毒がないやつ、あれ。あ、毒がないやつ見るんだ。うん、ミコさ、カブトムシのさ、幼虫でなんだと思う？どう想像する？なんだと思う？でかいやつ。何を想像する？それ言われたら、カブトムシの幼虫で、うん、カブトムシの幼虫を想像するけど普通なんだよな、そのままじゃない。まあまあまあ、そうだな大きめの幼虫ね、あの白い緑色、あ、じゃオレンジ色の顔してるやつ。でもオルちゃんはね、うん、食用じゃない、チョコレート。チョコレートみたいに見えるから食べられるって。食べるまでは言ってないけど。サイコパスなん、先輩って。オルがちょっと西海岸の強盗行ってくるからチョコレートを言って。逃げた、伊坂先輩がね、うん、歯ごたえを想像するって。そう、手がふわふわしたら可愛いんじゃない？なんでも。歯ごたえを想像するって。なんでみんな食べる前提で話してんの？え？うん、俺がおかしい。ちゃった。でもまずいらしいっすよ、あれ。あ、まずい。はい。絶対まずいだろ。金しか食べねえやん。でもカミキリムシの幼虫は美味しいらしいっすよ。あれ、虫はまだまだ食わなくてもいいんじゃない？食わなくても。未来ってさ、多分虫しか食えないっていう。あ、なるほど、ワンちゃんあるとワンちゃんある。確かに、うん、でも多分ね、その時には僕らいないよ。だから大丈夫。うん、だから大丈夫。おいしいことしかたくさん食べて、今の時に生まれたことを感謝。もうおいしいもの食べて終わる。一番やばい思い持ってね、これ社会人の。でもさ、昆虫食のもとに生まれたらそれが普通に思えるんだろうなって。それしかなかったらもう思わず食べるのかなって。タコとか食うのと同じ感覚なんじゃないですか。あ、そうですよね。タコって他のとこだと気持ち悪いと思われるって聞いたことある。え、タコが？いや、俺も気持ち悪いと思ってます。え、タコが？タコ気持ち悪いんだって。え、なんで気持ち悪いって思われるらしい。見た目えぐいからだと思うよ。ほんとに美味しいけどね。美味しいっていうか見た目全然大丈夫だっけな。タコを食べない国もあるらしい。ああ。気持ち悪いって思っちゃう国が